椎名の切り抜きやったかな。はいはいはい、はい、なんかホロライブの子とご飯食べに行った時になんか薬草のなんか鍋かなんか食べに行ったみたいな2時3時でご飯食べに行くのってマジで焼肉なんよほんまに。そうですね、焼肉以外あんまり聞いたことない。焼肉以外あんまり行かないあかん、私らなんか肉食いがちよな。そうですね、肉あんえで肉になる選択肢あんまなくない。ないないない。薬膳すごくないですか、健康面を考えて。そう、女子はいいもん、なんか可愛いもん食べてるけど、私らはやっぱなんか肉肉肉肉肉酒、たまになんかちょっとおしゃれなのも行くんやけど、なんかね、イタリアンとかもたまに行くけど、肉やっぱり肉みたいな。フレンチだね、やっぱ肉って、うん、わあ確かにそうだな。いやみんなやっぱなんか ライブ感というかね、肉焼いてるとことかめっちゃ楽しいし、なあそう、うん、本当に付き合ってるとやっぱいろんな話出てくるしね。そうそうそう、焼肉ってけどさ喋りにくくない、うん、あ本当ですか。えなんか焼いて食べることに集中してしまえもう焼肉奉行に任せませんか。そうやな、焼肉奉行の人は焼くの全然抵抗ないんで、あ、焼けますよって言ってくれると思うんで。あれどうなん、ほんまになんか心の中でさ焼肉焼いてくれてる人って殺したいと思ってないんかな、私らのこと。思ってない大丈夫なんかな。あ、まあ、逆に言うと、うん、肉をなんかもう中途半端な状態で焼く人の方がイラッとしてるかもしれないですね。あ、ほんと、よかった、私いつもさ、うん、もう焼肉焼けへんタイプやからさ。あ、焼けないタイプ、人に焼かせるタイプ。なんで人に焼かせるタイプ、自分でもなんか手伸ばすのしんどいし、入れてみたいな感じで来た俺も最初から焼いてほしいまでありますけど、すぐ食べたいしみたいな、うんうん、焼くのもいいんですけど、ね、そう、プロに任せたい。だからいや、はい、もう私はいつもくださいって言ってんねんけど、いつも焼いてくれる人は、うんうん、多分すごい私のこと恨んでるんやろうなと思いながら食べてる。ないない、そんなことない、そんなことない。もう早席ではもう必ずお父さんが焼くの。お父さんはきっと恨んでると思う、まあまあ、私のこと聞いてみたらいいんじゃないか。こいつ焼かせてるけど殺したいって思うっつってあー、お前のこと鉄板で焼きたいと思うぐらいには思ってるよって言われたら、まあもう自分で焼くしかない。そうだね、もう焼くしかないな、うん、焼き土下座してくるわ、焼き土下座。なんかそういうのない？ひょっとしたらさ、はい、私がすげえサイコパスかもしらんやん。ああ、でさ、はいはいはい、例えばさ、うん、街で歩いててさ、はい、思いっきしバーンって肩ぶつけられたと、うん、はい、私はサイコパスじゃないから許すねん、うん、はい、こいつ殺すぞと思ってるけど、脳内でめった刺しにしてるけど、うん、行動には出せへんやん。まあそうですね、そう、私は なぜならすごいそういう刺し殺すぐらいなんだ、うん、そう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 、ちゃんとしたそのそういう精神力も持ってるから手を出したりとかはせえへんけど、うん、もし私がサイコパスとか、はい、なんか呪術師とかやったらスケール広くなりましたね、はい、多分そいつ殺してるやん最後の人もそこまでしない気がするけど、自殺しだったらまあお手軽で呪い殺しでハイポイだったりやるかもしれないけど、でしょ、でそうですね、そうですね、あってやん、昔そういうさ、はいはい、なんか映画があったんですよ、そんな映画、なんかね、逆恨みされて呪われるみたいな、そう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 、なんか あのね保険会社のなんか断られたから、保険やったか投資やったかなんか断られたから、なんか逆恨みで、うん、なんか呪い殺されるみたいな映画があったんですけど、うわ、肩ぶつけられるよりかもめちゃめちゃかわいそうです、ね、そうあっちそんな悪くないのに、そう、うん、あ、スペル、そうや、スペルや、スペル、あ、そう、スペルっていう映画があったんですけど、そんな感じさ、うん、もし肩ぶつけただけで殺されるかもしらんって思ったらさ、怖いよな何の話だからすごい謙虚に生きやなあかんなと思うねん、思われてたらだらしね、そう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 、もし私がその人の方に本当に悪気はないねんで、悪気はなくてもぶつかって、うんうんうん、でそのまま気づかずに行ってしまうとするやん、ごめんなさいって言わずに、あ、そうそうね、で、うんうん、その人に恨まれ続けてて、実は私が呪われててみたいなことがあったら怖いやん、はいはい、
あそこで焼肉の話に戻ってくる。焼肉焼いてもらってて、そう、そいつが呪術しかサイコパスだったら殺してやるって思われて、ね、いつか肉に毒をもらえるんじゃないかと。そうじゃあ肩ぶつかって謝ってなかったわけですから、これ焼肉でちょっと謝った方がいいんじゃないですか。そうですね、いつも焼かせてごめんねっていうだけで、だから謝るわ私、下がるかもしれない、うん、もうどうしようもし、うん、呪いとか趣味やったら前提本気で嫌だったら一緒に行かないんですよその時点で大丈夫なんですよ。みんな焼いてくれる。あ、そんな焼いてくれる、みんな焼いてくれる、二次三次ライバーみんな焼いてくれる、一緒に行っても優しい、優しいから、ママ多いから、二次三次ライバーは。あーでも、まあ、ママっぽい感じだったらまあいいんじゃないですか、許してくれるんじゃないですか、うんうん、ありがとうっつって、まあ、そうですね、うん、なんか多分二次三次に呪い殺せそうな人いっぱいおると思うから、ちょっと気をつけるわ何かおるかもしれないので、うん、え、ガックンは焼く派なん？あ、いや、なお一緒に行く人はみんな自分で焼くんで、あんまり、そうですね、え、おもろ、何それ、そんな空間ある？全然みんな焼いてくれる。そうなんや。です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 。でも長尾くんと焼肉行った時はなんか長尾くんがそう焼けたやつを置いてくれたりとか、焼いてそう、あいつ焼いてそう、焼いてくれる、あ、もう大丈夫ですよガクさん、焼いてそうってめちゃめちゃ優しいなって思ったの覚えてますけど、なんか言わなくてもやってくれる方もやっぱいらっしゃるので、そういう人は、あ、貴重面だなって思って、わかるわかるわかる、うん、夜見は焼いてくれるね、いつも、おお、焼いてくれそう、はい、そうちゃんって言って入れてくれる言わなくても優しい優しい、ママやから夜には、なんなら待ってるまであります、うん、置いてもらえるまで、もう待ってる待ってる、私待ってる焼かないんだ、うん、そこも、うん、あんねんけどね、初め入れんねん、ポンポンポンって入れて、あ、まあまあ、あと焼いてみたいな、焼いて最悪や、闇の上に置いて、そうもう焦げちゃうから、そうもうその盤面を作るんだ、そうもう、あ、ほらもうやばいよほら焼かないとやばいよっていうやばい、もう呪い殺されてもしょうがないな私いや、まさか置いてるとは思わなかったから、嘘でしょいやー、まあもうそうですよね、もう全部自分で食うわけにもいかないから、うん、え、早速口に出せないですよね、あ、もう焼けてるよ、もう焦げちゃう、やばいよ、焦げてんのはめっちゃ言う、私焦げてるってじゃあ自分で取れよってなんでしょ焦げてるでっていう、まあ、なんか焼き係とかないんですよ基本的になんかもったいないやん、焦げて食べられへんくなったらじゃあ自分で取ればいいでしょ箸でもトングでもさ、いやなんか嫌やねんな、負けた気がすんねん、取ったらなんかトングで、うん、その理論だと誰かは負けてるんですよね、まあやってあげたいタイプが全然いるから全然いいと思う、やってあげたいタイプの人がいるときはすごい楽しいですね、焼肉も、うん、そのやってあげたいに甘えてるっていうことだから、やっぱ呪術で呪い殺されてもしょうがないという、そうですそうですそうです、今日宝塚記念なん、あ、宝くじ普通に、いや、宝塚あの、あれ、競馬、あ、競馬なんだ、かっくん、競馬できる、俺は全然やらないっすね、え、ちょっとやるんですか、初心者2人でさ、予想しようぜ、あ、面白そう日曜から競馬の話してんの、おもろいな